一子です。今日は2024年8月19日月曜日です。高松の午前5時過ぎの温度は26度で予報は曇りです。このスマホアプリの天気予報では6時には少しの時間帯で 100% の雨が降るようになっていました。外を見ると東の空から少し日が差してきましたが、西の空は雲に覆われてきていました。雨が降るのを期待したいです。さて、動画は北町と本山町の町境付近です。用水路に用だが道路に出ていました。自転車を降りて撮影しようとしましたが、対向車が来て、ヘビは水路に逃げ出しました。よくあるパターンで、写真を撮ろうとした時には、そこに被写体がいないのがよくあります。少しだけ撮ることができました。静止画がないため、種類は判断できませんが、シマヘビでしょうか？読み上げは、名古屋大学女子学生殺人事件です。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。名古屋大学女子学生殺人事件。出典、フリー百科事典ウィキペディアより。名古屋大学女子学生殺人事件とは、2014年。平成26年12月7日に愛知県名古屋市で名古屋大学の女子大生が宗教団体のセミナーに勧誘されたことで知り合った女性、当時77歳を殺害した殺人事件である。その他、女子大生が過去に起こした一連の事件も本稿で記載する。概要。知人女性殺害。2014年平成26年12月7日。当時19歳の名古屋大学の女子大生は、宗教の勧誘で知り合った名古屋市千種区在住の女性、当時77歳と宗教団体の集会に2人で参加した。集会が終了した昼頃、聞きたいことがたくさんあると持ちかけ、セミナーに参加した女子大生は信仰に関心を持ったかのように装い、女性を名古屋市昭和区の自宅アパートに誘い込んだ。用意していた斧で数回殴り、マフラーで首を絞めるなどして殺害。遺体に服を着せ、マフラーを首に巻かせた状態で風呂場の洗い場に横たわらせ、実験結果として記録を残すために女性の写真を 4、5 枚撮った。事件当日に自身のツイッターアカウントで、ついにやったと書き込みを行った。翌日に宮城県仙台市の実家に帰り、自宅アパートに遺体を1ヶ月以上放置した。被害女性の夫が千種警察署に家出人捜索願を提出し、同署が被害女性を探していたところ、最後に接触したのが女子学生だったことが判明。女子学生は愛知県警察からの連絡で、2015年、平成27年1月26日に愛知県名古屋市に戻り、翌27日に千種警察署で任意の事情聴取を受けた後で、署員が女子学生と共にアパートに入り、遺体を発見したことで殺人罪で逮捕された。余罪。殺人事件の捜査の過程で、高校時代に同級生の男子生徒及び中学時代の同級生だった女子生徒に硫酸タリウムを飲ませた事件、大学時代に帰省していた仙台市の実家近くの住宅を放火しようとした事件がそれぞれ発覚した。最終的に以下の罪状で名古屋地方検察庁から起訴された。2012年平成24年5月27日、仙台市のカラオケ店で、劇物の硫酸タリウム、愛を飲み物に混ぜ、中学時代の同級生だった女子生徒に飲ませた殺人未遂罪。同年5月から7月、通っていた仙台市の高校で、硫酸タリウム、愛を飲み物に混ぜ、同級生の男子生徒に飲ませた殺人未遂罪。2014年8月29日、8月30日、ペットボトルで製造した火炎瓶に点火し、仙台市の住宅の縁側に置き、熱で窓ガラスを割ったとする火炎瓶処罰法違反と器物損壊罪。
同年12月7日から名古屋市で宗教勧誘で知り合った女性を誘って斧で殴ってマフラーで絞めたとする殺人罪、本記事。12月13日、仙台市の住宅、前述と同じの郵便受けに引火性の高いジエチルエーテルを流し込んで火をつけたとする殺人未遂罪と現住、建築物等放火未遂罪。なお加害者は2015年12月時点で名古屋大学を退学している。犯人、女子学生はトップクラスの成績で名古屋大学に進学。変わっているが友人も多く明るい子だったと高校時代の知人らは評する。女子学生は昔から劇物の硫酸タリウム愛を所持したり、ツイッターに坂木原くんもタリウム少女も大好きですよなどと書き込みをし、人を殺すことに異常な興味を示し、取り調べでも子供の頃から人を殺してみたかったと供述した。事件について、殺害の動機を人が死ぬところを見たかったと語った。抵抗された女性に殺すつもりなのと聞かれたため、はいと答えたと語り、女性にどうしてと言われたので人を殺してみたかったと言い、女性は倒れましたと供述。人を殺してみたかったという動機は少年犯罪に多いので、自分も少年のうちにやらなければという固定観念があったと説明した。逮捕後の2016年5月から医療施設で投薬治療を始め、まだ人を殺したいという考えが浮かぶこともあるが、治療を始めて頻度は少なくなった。人を殺さない自分になりたい。人を殺す夢を見ると絶望感を覚えると話しているが、一方で控訴審の被告人質問では1日に5から6回殺意が浮かぶといった発言が行われている。裁判。第一審名古屋地裁。2017年1月16日に名古屋地方裁判所で裁判員裁判が開かれた。被告人は殺人事件と放火未遂事件については認めたものの、タリウム事件については観察目的と主張して殺意を否定し、弁護側は非常に重い精神障害を理由に責任能力はなかったとして全ての事件で無罪を主張した。1月19日の被告人質問では、薬物治療によって極端だった気分の波が穏やかになった。まだ人を殺したいとの思いはあるが頻度が少なくなったと述べた。さらに妹や大学の友人2人も殺そうと思ったことがあると述べた。2017年3月24日、名古屋地裁、山田浩二裁判長はタリウム事件の殺人未遂を認めた上で、複数の重大かつ悪質な犯罪に及び、有期刑では軽すぎるとして、被告人に求刑通り無期懲役判決を言い渡した。無期懲役囚の仮釈放許可率は著しく低いが、山田は判決言い渡し後、有期刑の上限である懲役30年に近い無期懲役だ。被害者のことを考えて罪を償ってほしいと改悔の情が認められた場合の仮釈放を認めるべきとの立場より被告人に説諭した。被告人は判決を不服として2017年4月5日付で名古屋高等裁判所に控訴した。控訴審、名古屋高裁。2017年10月26日に名古屋高等裁判所で開かれた公判にて、被告人、元明大生は被告人質問で、第一審判決後も人を殺したいという考えが浮かんだと述べ、控訴した理由について、第一審判決の内容だと人を殺さない自分になりたいという目的の達成が難しいという説明を行った。2017年11月9日に開かれた公判では、弁護人が請求した証人、戸一元美京都大学教授、児童精神医学専門家があくまで第一審判決鑑定書などを検討した上での印象であって、正式に精神鑑定したわけではないが、自分の直感では、精神障害は軽度と判断した第一審判決は適切ではないと証言した。2018年3月23日、
名古屋高裁高橋徹裁判長は第一審無期懲役判決を支持して被告人弁護人の控訴を棄却する判決を言い渡した。高橋徹裁判長は各事件時の精神状態は躁うつ病の軽躁状態にとどまり、発達障害が動機に影響しているものの限定的だったと指摘して、一審同様に完全責任能力を認めた。硫酸タリウム事件については混入時に周囲の状況を確認するなど冷静に行動しているほか、致死量の知識もあったことから被害者が死亡する可能性を十分認識しながら犯行に及んだと推認されると述べた。被告人側は判決を不服として2018年4月5日付で最高裁へ上告した。上告審最高裁。2019年令和元年10月15日付で最高裁判所第3小法廷、林圭一裁判長は被告人元明大生の上告を棄却する決定を出したため、2019年10月22日付で無期懲役とした1・2審判決が確定した。その他事件当時女子学生は19歳だったため、少年法第61条に基づき、匿名報道となったが、週刊新潮2015年2月12日号、新潮社、2015年2月5日発売は、殺人容疑で逮捕された女子学生の顔写真と実名を掲載して、生い立ち等を実名報道した。以上で読み上げを終了いたします。最終更新2024年7月15日、月曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。